小屋のレンズが仕上がるのを待ってます。なんかサロンみたいなのを踊ってます。最近は日本よりも韓国の方が行きました。おしゃれなメガネ屋さんとしてウェアハウスオプティカルさん、ここですね。もう一つビジュアルカルチャーさん、ここはもう昔から有名だという、香港でのセレクトショップさんですね。ビジュアルカルチャーさん、ハクさんの独自の部屋があります。このクイオプティカルっていうのもすごい有名なところです。あれカフェ、あそこカフェです。あそこでカフェやってすごいですね。もうこれですね、最近あの学生さんがテントともう自家発電までしてるっていう噂を聞いてたんですけど、こんな感じになってます。やっぱり封鎖されてます。アキラですね。アキラネオトークです。私のバスの道だけは通じてますね。今日の一本です。ケンタ、日本のメガネですね。こちらも本当オーソドックスです。ツーブリッジで若干、目が、上がってますけども、小ぶりです。とってもで、ブラウン、赤茶です。で、こちらの生地は、2つの生地を貼り合わせです。シンプル、小顔の方に向いてるメガネです。はい、結構おしゃれなお店があって、スターロードっていうのがあったりしますんで、